皆さん、こんにちは。葉山の簡単カタカナ英会話です、えー。ご無沙汰しています。すいません、動画をずっとアップしていませんでした。えー、今回は、二千二十二年の、えー、afn の聞き方をやってみたいと思います。えー、これは何回も使用、あのーまあ、というか、えー、見方が変わっています。 まず最初に、まあ、Google でも他のところを検索エンジンでもいいんですけど AFN にと入力してくださいでここの画面ではちょっと見にくいんですけど英語日本語と,語とありますので日本語をクリックしてくださいそうしますとアメリカ、えー、ネットワーク太平洋と出てきますこれが American Forces Network ですねでここの、えー AFN5 というところをクリックしてください。ここが一番肝心なところです。AFN5 Pacific。ここ8つステーションがあります。え、韓国とかも含めて8つですね。で、右下の下、え、えー、右下の下。え、これ音声と画面別に撮っているので、ちょっとす,すいません。合いませんが、ここが東京です。富士山のマークですね。で、 ポッドキャストとかプレイリストとかいろんなこう新しいものができたんですね。このわしはよくわからないんです。私ということでしょうか。わしってなってて笑いました。で、ここをクリックすると、この画面が出てきたこの真ん中をクリックすると音声が、えー、聞こえます。ちょっとちっちゃいので大きくしましょう。と、えー、音楽やらニュースやら、えー、AFN24 時間ですね、えー。これが聞こえます。 で、この、アメリカンフォースズネットワークは、軍には、あの、夜勤もありました。24時間対応なので、あの、どこから、いつから、いつまでも、夜でも朝でも聞けます。 これちょっとステーション変えたんですね。沖縄にしてみました。そのステーションごとに音楽も話も違いますので、それぞれをちょっと挑戦してチャレンジしてみてください。で、時々東京は止まることがあるので、止まった場合は故障とかというよりは接続が悪いので、他の沖縄とか、あの三沢とか、うん、他の,あのステーションにしてください。こういうふうに見やすくなったんですね。 でいろんなものがこうすぐにピックアップできる仕様になりました。でそれぞれ皆さん挑戦してみてください。これはウイルスが入るってことはありませんのであのお気,楽おあの気楽に挑戦してみてください。それぞれの皆さんに合った音楽や、えーまあ、情報が聞けると思います。この AFNGO というところをクリックすると。 それだけで聞こえますでここには他にもいろんなあの、えー、ものが、えー、見れるんですけれども例えばこれ軍の中でしか見れないいテレビというのがあるんです、ね、でまあこれ英語で表示されてるんですがこれさっき日本語でも変換できたのでこれ日本語に変換すると大変面白い。 語訳になります <laughs>、えー、で、えー、ベースの中はオンベースと言います、えー、インベースとは言いませんであのオンベースの中のテレビ局テレビということであのまあ英語のいろんな番組が見れるということですねでまぁ、あ、皆さん本当いろいろ試してみてくださいあの 新しい発見反対に私に教えていただきたいくらいなので、えー、皆さまああのー、日本語が話せない、えー、ミリタリー軍人の人たちも多いのでこの AFN っていうのが一つのやはり情報源なんですね。ですから、えー、これを聞いて、えー、あとはテレビを見たりして楽しんでるという具合ですね。 であの、また次回、えー、詳しいことは申し上げますがあの DJ は、えー、軍人ミリタリーがやっていますなのであのいろんな人の英語が聞こえ聞けるというのも利点です。であの黒人の,あの方の英語というのは独特なんですね。もうリズムに乗せて こう話すテン,ポテンポとか独特のリズム感があるので、まあ、音楽もそうなんですけれどもあのあこの方は黒人だな男性だな、まあ、声で分かりますよね女性でもヒスパニックの方もいらっしゃいますで白人の方もいらっしゃいますで大体声を聞いてるとあこの人は白人だなヒスパニックだなあこの人黒人だなっていうのが分かりますなぜかというと口の作りが違うんですね 口の中の広さとか、舌とか、歯とかあの、そういうもので、やはりあの発音が変わってきます。また話し方はそれ、個人個人で違いますので、ボキャブラリーとかも違いますし、えー、そういうのであの、まあ、いろんな英語があるんですけれども、で英語で必要なのがあのリ,ズムリズム感なんですね。 で、リズムで覚えるっていうのも、えー、一つ、その、英語の上達であります。これは、また次回 <laughs>、いつになるかなるべく早く載せたいんですが、このリズムで英語を、おまあ、学習する。えー、リズム感がいいと、割と英語って耳にこう、残ってくるんですね。あの、いろんな、あの、リズムで、ちょっと学んでみるっていうのも面白いと思います。えー、AFN、えー、 どうぞおき聞いて、えー、ください、えー。今回はこのくらいにします。I see you later. Bye.